ナオミ・スーザンは、日本の元プロレスマネージャー、DDT 早々期に当時団体のエースで現社長の高木三四郎にスカウトされ、英語しか話せないマネージャーとして7年活動。一度はプロレスからは、離れるが、1年が経過して、ユニオンプロレスが旗揚げされる際に、ポイズン、沢田ジュリーからの誘いで加入、当初は4ヶ月限定スタッフの予定だったが、中心選手の離脱もあり、 以降も残留。2007年、竹井正氏から託される形で代表に就任。ユニオンのみならず、DDT でも外国人選手を担当し、ボブサップの交渉にも当たっている。稀に、レスラーとして、試合に出場することもあり、直近では2013年7月28日の、戦うビアガーデンにおける、木高勇&、石川修二風マ ナオミスーザン VS 謎含めに M& 謎含め、K& 謎含め P、P& 含め女王。また、リングアナウンサーの経験もある。それと、並行して女優としての活動も行っており、藤木光の名義で舞台や CM などに出演している。2015年10月4日の後楽園、ホール大会を最後にユニオンプロレス代表を退くと、にプロレス界から、 引退、同時にユニオンプロレスも解散することが発表されている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。富士機密に関するカテゴリ。ありがとうございます。